おはようございます。ドントテルミー笑いです。今日はチョコレートロール木村屋さんのパンでございます。これいってみようかと思います。カロリーは320キロカロリーということで抑えめということですね。まあ200キロカロリー台のものはなかなか見つからないんですけども、だいたいこういう菓子パンっていうのは350キロカロリー以下なら、まあ私としては安心して2つ一食で食べれるかなと思います。はい、じゃあいただいてみようかと思います。だいたいこのねロールパンシリーズですか、このパンシリーズっていうのはもう基本的には同じなんですよ。こういう風なパンにですね切れ目が入ってあって、こういう風にいろんな具がこう入れ替えてあるだけというね。これ給食のパンそのものでしょ。チョコレートが入ってますね。以前コーヒーロール食べてみましたけども、今回はチョコレートでございます。うん、どうしてもね最初の一口は大きめに食べるようになります。なぜならチョコレートこの辺までしか入ってないんで、この辺小さくかじるとパンだけなんですよ。で残念ながらね、こうパン自体にはそんなに味わいがパン自体にもありますね。これねパンはねすぐにコーヒーとかでかっこんじゃうんじゃなくて、しっかりと口の中で咀嚼して舌触り確かめるとパン自体のね甘みというかね、もう柔らかい深みがパーッと口の中広がりますね。木村屋さんのパンが美味しいのはきっとパン自体が美味しいからじゃないかなと思います。うん、その上で中に入ってる具材とのハーモニーね、うん、なかなかいいんじゃないかなと。チョコレートロール、うん、美味しい。チョコも美味しい。では今日も行ってみようかな。速稼塾いってらっしゃい。